ゴジェビアティンです。ビアティンのですね、成績も今良くてとっても応援しがいがあります。今日もスタジオにお二人選手にお越しいただきました。ご紹介しましょう。まずはミッドフィルダーの野村智成さん、そしてフォワードの角倉博美さんです。こんばんは。こんばんは。もう2回目のご出演でございます。はい、緊張なんてしてないですよね。全然してないです。大丈夫です。実はお盆休みがお二人にもあったそうで、はい、ね、それぞれちょっと何をしてたか聞きたいんですが、野村さんは。僕は大学時代に過ごした大阪に帰って、大学の友達と遊びに行ったのと、甲子園を見に行きました。甲子園、津商業は見られませんでしたか。ちょっと行ってないです。あ、そうですか。甲子園何が楽しかったですか。いや、もう高校生がキラキラしてました。はい、野村さんもキラキラしてます。はい、角倉さんは。地元の福岡に帰って最近まで怪我していたので、その体と心を休めるという意味ですごいリフレッシュしてきました。じゃあお家でゆっくりと、あともうサッカーの試合みたいに友達と会ってちょっと熱い話をしたりしました。また九州男児熱い話してそうですね。はい、ということで、まあ、そう言いますのも、1ヶ月ほど実は今のリーグ戦がちょっとお休みということで、なんか特別の休みがあったそうです。さあ、そのビアティンが所属する東海社会人サッカー2部リーグ、来月いよいよもう優勝するチームが決まるかというところまで来ました。ビアティンが実は東海リーグ10試合を終えて9勝1敗と2位のですね、 FC 伊勢志摩に勝ち点6の差をつけています。首位を独走中なんです。なんと嬉しい。東海1部リーグ昇格がだんだん見えてきました。増田さん、すごいでしょ。すごいです ね、独走してますね。そうなんですよ、ね、さあ、角倉さん、残り4試合ということです。どうでしょう。そうですね、リーグは2位でも上に上がることはできるんですけど、やっぱり1位で上がるってのは絶対やりたいことですし、優勝を目指して残り4試合勝っていきます。はい、やはり野村さんもリーグ優勝ですか。はい、そうです。リーグ優勝と東海一部昇格を決めて、10月にある全社に向けていい流れでいけたらいいと思います。はい、という本当にイケイケどんどんだ今ビアティンですが、実はこの社会人のチームといいますと、まあ、サッカーをやりながら実はご自分の仕事も持ってるという選手もすごく多いんですよね。お二人もそうですもんね。はい、で今日は実はこのお二人ではなくですね、とある二人の選手、そのサッカーの練習が終わった後どんな生活をしているのか、ちょっと密着で取材をしてきましたのでご覧ください。ビアティン三重に所属する多くの選手がサッカーと仕事、二足のわらじを履く生活を送っている。普段選手たちはどんな生活を送っているのか、今日はそんな彼らの素顔に迫る。午前8時30分、練習場に姿を見せたのはミッドフィルダーの山田昌司選手とディフェンダーの青村優太選手。ビアティン三重若手のホープとして海津監督も期待を寄せる2人だ。練習は午前9時開始。選手たちは練習開始15分前には集合し、午後に練習の準備に取り掛かる。2人も少し早めに練習場に到着。他の選手たちと一緒に練習の準備に取り掛かった。到着して間もなく、山田は室内練習場でチューブを使ったトレーニングを黙々と行っていた。自分体が大きくないんで踏ん張ったりすることが多くなるので、自分足りないところを探して、こういう練習前とか短い時間の時に時間を見つけてやれるのが大事だと思ってるんで。午前9時、練習には25人の選手たちが参加。午前中に気温30度を超える中行われたこの日の練習。選手たちはランニングやストレッチで軽い汗を流した後、パス交換やボール回しなどの基礎練習を行った。最後に行われたのは1チーム6人に分かれてのミニゲーム。
試合さながらの激しいプレー。選手たちも一つ一つのプレーに力が入る。この日の練習は炎天下の中1時間半にわたって行われた。練習中、監督に2人について聞くと、庄司は本当にこうゴールへ向かう姿勢っていうのがすごく高いので、まあ、そういったことはもう本当にチームとしてもね、本当貴重な存在ですね。本当に苦しい状況の中でも本当諦めず全力で戦えるっていうところがね、彼のすごいいいところですし、まあ、将来ね、本当にチームの中心となっててもらえると思います。期待してます。練習を終え、2人が急ぎ足で向かったのは職場。毎朝30分かけて職場と練習場を行き来する。しっかり練習してるんで疲れてる中で、まあ、すぐ仕事してっていうのは、やっぱり社会人サッカーっていうのはみんなやっぱ大変なんじゃないかなと思いますね。ミスを引きずらないというか、で仕事をきつ終わるの遅くてきつかったのを言い訳にしないように切り替えるかどうかっていうのが社会人サッカーが大事かなと思いました。山田は練習から帰ると欠かさずやることがある。終わった使ったスパイがいつもすぐその日になんかやりますね。大事にしてます。安いもんじゃないんで。正午、職場の制服に着替えた2人が店にやってきた。彼らは菰野町にある中華料理店相葉で今年から働き始めた。相葉は中華料理を中心とした創作料理店で、旬の食材を使ったさまざまな料理を楽しむことができる。店での2人のポジションはそれぞれ違う。青村は料理を運んだり客のオーダーを取ったりと、主にホールでの仕事をこなす。山田はキッチンで調理補佐や洗い場、仕込みなどを任されている。二人が働き始めるランチタイムの時間、店は多くの家族連れや女性客でにぎわっていた。キッチンを覗いてみると、見事な包丁さばき。働き始めて半年、毎日包丁を握るうちに上達した。その表情はピッチでボールを追う時と同じく真剣だ。ランチタイムが終わり、昼食を取ったのは午後4時前。この日のメイン料理は2人が一番好きだというホイコーロー。抜群。休憩中、青村がこんなことを話してくれた。去年、その人間性って僕の中でテーマで、そこがやっぱいい人はいい選手になれるというか、上手くなれるって僕自身思ったんで、それでその時にちょうど今の相葉のオーナーの松永さんに出会って、それでまあこの人にやっぱ近くにいれば少しも成長はできると思ったので、もう信じてここに来た感じですね。松永オーナーシェフは仕事を通し日々成長する彼らの姿をそばで見るのが何よりも嬉しいという。半年経ちましたがね、まあ、結構よく頑張っていただいてると思います。彼たちは偉いという言葉をこの半年言ったことないので、そういう面では彼たちは安心してます。私は、まあ、親元を離れてね、こういうところでお仕事をしていただくわけですので、いろんな経験をできると思うんでね、まあ、そういうところも人間の中身として強くなっていると思います。ようやく店が落ち着いたのは午後10時を過ぎた頃。キッチンとホール、それぞれ片付けをして店を閉める。平日の午前中は練習に参加、午後から深夜まで仕事をし、週末に東海社会人リーグを戦うハードスケジュールだ。
仕事を終え店を出たのは午後11時前。店の社宅までは歩いて帰る。おやすみ。こうして彼らの長い一日がようやく終わった。三重県から初の J リーグ加盟を目指すリアティビール。サッカーと仕事の両立、自分の置かれた環境でひたむきに頑張る姿がそこにはあった。彼らの J リーグへの挑戦はまだまだ続く。本当に遅くまで頑張ってますよね。さあ、このある意味仲間の働きぶりを見ました。野村さん、どうですか。普段はグラウンドで会うことしかないんで、はい、働く姿は見ることないんで新鮮でした。ちゃんとやってました。はい、やってました。何が印象残りました。やっぱり庄司の包丁さばきがうまかったですよね。どうですか、ご自身もできますか、あれぐらい。いや、あんなできないですね。神楽さん、どうですか、見てて。そうですね、サッカーの練習中からも真面目な2人なんですけど、やっぱ仕事であんな真面目な顔で真剣にやってることが嬉しくあり、やっぱ尊敬でしますね。神楽さんは山田選手と同い。そうですね。包丁はどっちが前ですか。負けませんね、僕は。あ、負けないんですか。あ、すごいすごい。料理します。しますね。最近なんか作りました。キャベツ炒めを。キャベツ炒め。あ、野菜炒めを。さて、実はそんなお二人もきちんと普段のお仕事もされてサッカーもやっているということなんです。写真をお持ちいただきました。野村さんから見てみます。お、これは何のお仕事をされてるんでしょう。じゃ、僕は土木の現場で使った重機を整備している、する仕事をしています。どんなとこが大変ですか。そうですね、僕自身本当初めての仕事だったので、分からないことばかりで、っていうのも大変なことが多いんですけど。あ、そうですか、はい。いろんな作業があります。これは？これは、はい、あのホースから油漏れをしていたので、それを交換しているとか。これ増田さんちょっと。そうですね。近いのどうだ。いや、近いですけど、これ力仕事もね、結構大変ですよね。そうですね。ね、こういうのもともとメカニック好きなんですか。いや、本当初めて触りました。本当に努力されてますね。そして神楽さんも普段のお仕事ぶりちょっとご紹介いただきます。私も以前お聞きして大変印象に残りました。椎茸を栽培しているところでお勤めなんですよね、はい、これ何してるんですか。これは椎茸を生やし終わった木を回収しているところですね。へー、え、椎茸これできてるんですね、ここに。そうですね。はー、いいやつができてます。いいやつが、はい、これやっぱりなんかいろいろコツがあるんですかね。そしてやっぱ愛情っていうのはすごく大事です、ね、愛情、いいこと言うな。じゃあやっぱり椎茸料理、キャベツ炒めじゃなくて椎茸炒めですね、はい、そうですね。椎茸実は嫌いなんですけど。あ、そうだった。でもこの椎茸をもらって帰った時やっぱ美味しくてびっくりしました。椎茸園さんのお名前なんて言うんでしたっけ。はい、椎茸園さんのお名前は野呂食品。あ、野呂食品さん、はい、そうなんですね、はい、美味しい椎茸を作ってるんですよね、はい、はい、というそんなお二人とも頑張っています。松田さん、改めてどうですか、はい、こういう姿。そうですね、うん、自分たちのやっぱりそのトレーニングもねしたいと思うんですけど、やっぱり働いて両立するっていう大変さっていうのはね、本当にまあ何かしらつながると思うんでね、頑張ってもらいたいですよね。そうですね、はい、はい、まあ本当辛いところもあると思いますが、社会人としてやっぱり頑張るっていう意気込みはどうですか、野村さん。そうですね、まあ、仕事をしながらサッカーするっていうのは大変ですけど、うん、やっぱでも試合で勝った時とかの喜びとかやっぱ一番大きいと思うので、やりがいはあります。そうですね、はい、さてリアティビエの今後の予定、ここでお伝えしておきましょう。リーグ戦は残り4試合です。9月には3試合が予定されています。9月6日にリーグ3位のトヨタ蹴球団と中京大学で第11節を戦います。そして9月13日は FC 川崎と NTN 総合運動公園で、9月20日は春日井クラブと東院町陸上競技場で戦います。2位の FC 伊勢志摩の試合結果によっては、早くて9月13日にリーグ優勝と東海社会人サッカーリーグ一部昇格が決まるということです。では一言ずつメッセージいただきます。野村さん、
あと残り4試合やって、そのうち3試合がホームで試合でがあるので、まあ、たくさんの方にまた足を運んでいただいて応援していただけたら嬉しいと思います。はい、最近怪我から復帰してリーグ戦に向けていいプレーができるように目指しますし、チームとしてもどんどん勝っていって全勝に向けて勢いをつけていきたいので、ぜひ応援よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。ビアティミエのコーナー、野村さんと加倉さんでした。この後です。岡さん、ウェザーニュースをお送りします。はい、皆さんのメッセージいただきました。今日はビアティンの2人残っていただいてますけども、コリンのママさんがまかない飯が美味しそうでしたね、ぜひ J リーグ所属しますように知多半島から声援を送りますということでいただきました。相葉さん、私も行ったことあります。美味しいですね。2人とも行かれてるんですよね。はい、ね、あの2人のまかない飯どうでしたか。美味しかった。美味しいね。いいですよね。はい、でもそれだけ大変な思いをされています。そしてあの松田さんが今週末大きなレースがございます。皆さんから来てますよ。はい、マダムさん、今週末鈴鹿サーキット応援行きます。ありがとうございます。スーパーガッツさん、ビッグレース鈴鹿1000キロいよいよ今週末ですねといただいてますよ。ありがとうございます。はい、あの本当ここは正念場なんで頑張ります。ね、はい、ちょっと今はもうお天気心配してたけど土日だけ晴れてます。はい、そうですね、絶対いいことあると思います。はい、絶対いいことあります。はい、皆さん応援に行ってください。というわけで今日この辺時間になりました。ビアティンのお二人どうもありがとうございました。それでは皆さん、この後お天気情報くれぐれもご注意ください。それではまた明日です。さよなら。